二松さんの話して大丈夫ですか今。まあ大丈夫かな。三股又蔵。三股又蔵さんの話なんですけど、はい、で3年前に俺大井龍馬をやろうと思ってると舞台で、はい、でそれで中岡慎太郎をちょっとやってくれへんか大輔って言われてて、でいろいろこう熱いこと言われて僕口説かれてじゃあやりますっていうことになってたんですよ。ほんでまあ何ヶ月かしてようやく決まったと、で最後の打ち合わせしようと、で飲みながらしよう言って、で下北のいいママがいるとこいるからそこ行ってちょ打ち合わせしよう言って。ほんで行っていろいろこう打ち合わせしてたら、うん、初めに言うてたことと全然違うんですよ、うん、ほんでなんか腹立ってきて、腹立っていやもう初めに言うてることと全然ちゃいますやんと、うんうん、全然熱ないやんおっさん言って、うん、ほんなんと僕やりませんって言うたら言うだったんや、お前何を言ってるんだ今更と、お前はもう中岡慎太郎なんだぞといやそう言われても知らんなんだ、最後の打ち合わせやしまだいけますよねっていう、そんな感じだったら僕絶対やりたないって言うから、いや何言ってんだお前、誰に言ってるんだお前なあおみたいになって、もうでも何も少しなと思って、いやすいませんと、ただいや言う通りにやったあったら僕も絶対やりますと力貸しますと、そやけど全然違うと、なんかもうすぐもっさいなんかちま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 してるやんっていう、ほんならもういいお前表出ろで、うわ何これ思って早く来いって言って出て行かはったわけですよ。で僕もしゃあないなと思って、うん、まあ出たんですよ。ほんなら、うん、お前は誰に言ってるんだ言うてバチーン来たんですよ。で行ったと思っきりなこいつはいやすいませんと、いやただ僕何発どつかれてももう絶対やらないですからって言うたら、うん、お前、うん、本当に言ってるのかお前お前はああみたいな、また来たんですよ。行ったと思って、2発来よったことまあ我慢やと、先輩やしすいません、でやるのかって言われて、いやなんで2発叩かれてやるって始まってるやん、ね、ほんで僕はやりませんって言うたらもううんぐらいでラーって言ってまた来て、で3発来られた時にもう我慢できんようになって、僕も三松さんバーンどついてもうたんですよ。ほんなら三松さんあたー言うてバーン倒れて下北で、ほんでなんかちょっと泣き出したんですよ。でうわ何これ気持ち悪いと思ったらバッと起き上がってきて、これを待ってたんだよ中岡って言ったんですよ。気持ち悪いねほんま、気持ち悪いね、ごめんなさい、もう僕違いますからやりませんから探してください他で、いやいいの入った中岡でなんかものすごいなんか気持ちようなってるんですよ。もうほんでもう僕気持ち悪くて怖くなってきて、そうやな、いやもう僕帰りますと、で僕絶対やらないですからって言ったら、ちょっと待って、なあやるだろうな顔かって言って、いいの持ってんじゃないかみたいな、いいの持ってんじゃないで、いやもう僕いいもう嫌やからタクシーで帰りますって言ったら、じゃあ俺が送って行ってやると、いやもう送ってくれんでいいです、僕一人で帰りますからって、いやじゃあお前の家の前で降ろして、俺はまた自分のとこに帰るから、それだけやらしてくれっていう、いやそれももう気持ち悪いね、なんでそんな嫌がってんのにグイグイ来んのみたいな、いやいいから乗れって、いやいいからいいから乗れっつって、で僕奥に入れられて乗ったんですよ。でまあどこどこまでってその時住んでた僕の家に言うて、でタクシーで行ってたんですよ。ほんならいやちょっとな、まあこういうことになったけどソープ奢ってやるよ。いらないです。ちょっと待っとく。行くからちょっと待っとく。つって電話して。あもしもし、いつもお世話になってます三股ですけれども。今からちょっと二人ダメ。あダメですか。わかりました。またお願いします。はいはいはい。って言って、じゃあすけ、まあソープ無理だった。いやソープ行きたないし、いいです。ほんで僕の家がちょうどファミレスの裏やったんですよ。ほんでファミレスのとこパッてついたら、じゃあ
スープおごってやるって言うから。スープいらん。スープいらんわ。いやスープ飲もう。でいりません。スープもいりませんよ。で僕も帰ったっていう。まあ、子供もさっき君にも言わはったんですけど生まれたんですよ、でそれが帝王切開で出産したんですね。で入院してたんですけどそこにこう遊びに行って、まあ、面会ですよね、行って大丈夫か言って、うん、で普通に喋っててちょっとでもこう面白いこととか笑ったりしたらその傷口が痛いから、痛い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 、ちょっとやめて大ちゃんやめて、痛い痛い痛いってなってたんですよ、でこれはちょっとこうもう普通にしとかないかわいそうやなと、ちょっとしても痛いなと思って、ほんで僕らまあシーンと、まあ、ずっとまあ普通の会話、何気ない会話ぐらいしていてたんですよ、ほんなら京都からうちの親父が来る言うて、でお父さんが来たんですよ、ほんでまあこう大丈夫か元気かありがとうな産んでくれて言ってるんですけど、マークは急に痛い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 って言ったんですよ、ちょっとお父さんが散髪してるやん、痛い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 って言うんですよ。お父さん散髪してきてたんですよ。それがツボにハマったんで、しないやんそれは。散髪してて痛い、ちょっとお父さんほんまちょっと分かって、ちょっと痛い痛い痛い、お父さん散髪してて痛い痛い、そんなおかしいけもうちょい痛い痛いってなって、俺もうあかんわ言って、お父さんちょっと喋りたいこともあるかもしれんけどちょっと下でお茶でも飲んでって言って、ほんで下行ってたんですよ。ほんでかわいそうやな思いながらマーコの横にいてて、大丈夫落ち着いたって言ったら、うん落ち着いたって言って、もう大丈夫お父さん呼んでも、なんか喋りたいことある言ってるし、そうやね、うん、なんかごめんな言って笑って、言って大丈夫呼ぶで言って、ほんで下にお父さんに電話し、あお父さんマーコもう大丈夫や言ってるし来て、落ち着いた分かった言って、ほんでまた入ってきて、マーコ大丈夫かって言ったら瞬間に入れてってもう今日無理やな今日どうぞ無理やなちょっと1週間ぐらいしたら来るわ、まあ、お父さんその日はもうそのまま帰った。ホッシャンとコンビ組んでた時のチュッパチャップス時代の話なんですけど、はいはい、もともとコンビ組んでましたからね、はい、でその時にまあ若い女の子とかにこうキャーって言われてたんですよ。結構人気はすごかった、はい、でもなんかそれがちょっとなんかホッシャンとこう悩んでて、やっぱり男からおもろいなって言われなあかんのちゃう言うて、で何しよう言うて、なんかイベントがあったんですけど、そのイベントで何しようホッシャン言うて、で自分らの好きなことをやらへん言うて、でそれをビデオで流そういうことになって、ほんでどっちが T シャツ餃子食べれるか対決しようか言うて、どっちが T シャツを餃子食べれるか対決しようか言うて、うん、食べれるか、うん、で食べれないですよ T シャツなんて、切らずに長いまんま、いや長いままじゃ切ってもいいし、うん、もうそのままもう飲み込んでもいいし、うん、やってみよう、うん、で制限時間だけ決めとこう言うて、ほんで5分に決めてやったんですよ。で用意ドンで こっちのカメラとこっちのカメラ分けてやって、で部屋もバラバラで、で僕こうちょびっと切って、ちょっと調味料とか置いてあるんですよ。何調味料は何使ってもいいんですよ。ほんで僕醤油選んで醤油こう染み込ませてこうでやったら、一瞬は美味しいんですけど食べられないんですよやっぱり醤油で。これ無理やな思って、最後まあ5分の最後4分55ぐらいでちょっとだけもう飲み込んだんですよ。でよっしゃみたいな、で終わって結果発表言って、ほんで星が持ってきた T シャツもう片んとこしかないんですよ。イベントで全然ウケなかった全然なんで肩のとこ食べられへん、肩のとこだけしか残ってないねえ、牛なら肩のとこで結構うまいT シャツもここちゃうんすか、ロゴがあったんです、ロゴがこれは僕が小学校6年ぐらいの話なんですけど、うん、うちのお父さんと僕ではずっとボーイスカウトやってたんですね、うん、で2人でキャンプ行こう言って
京都の山奥キャンプ行って、うん、まあ一泊して帰ったんですよ、うん、雨降ってきたんで、うん、でなんかこう楽しかったなとか言うておとんとこう車で走ってたら、うん、前に車があの山に落ちかけてたんですよ。えらいこっちゃ。でやばいと、これ大輔助けるぞと、うん、でお父さんとバー降りて行って大丈夫です、うん、あの僕手伝いますから言って、うん、ほんで大輔後ろ行けと、うん、ほんでお父さん前を押すから言って、うん、一斉の腕でこれ行くぞ言ってすいません言って向こうの人も言うんだ行きますよ言って行くよ言ってせーのウィ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 行くよせーのウィ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 言って僕も後ろから押してたんですよ。ほんなら次の行くぞせーのウィウィウィあー言ったんですよ親父が。ほんでなんやと思ってパッて見たら親父のここから煙がブワー出てるんですよシューって。ほんでパッて見たらあの前輪駆動やって前輪駆動のタイヤが前でキラ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 ーなってて親父の膝そこにガーつけてキラキラキラーなってうわー言うたら煙バー出て前輪駆動かえー言うたら言うといてくれよーって言うてもうボロボロですわズボンズボンボロボロええー、おっちゃんやな、でもええー、おっちゃんですけど、かわいそうでしたよ。かわいそうやなぁ。こんま無視しといたら、そんなことなれへんかったんやけどな。人がいいばっかりに、はい、これ僕、高校2年の時の話なんですけど、あの高校2年の初めぐらいにあの全員でこう、なんか麻雀打つんが流行ってたんですよ、はい。んでなんかルール教えてもらってやっと打てるようになって、じゃあ4人で打とうか言うて、ほんで友達の家で、うん、あの麻雀してたんですよ、うん、で友達、まあ、実家じゃないですか。ほんで静かにこうチャラチャラ、あの夜やったからこうあんまり音ささんようにとかして、うん、ほんでずっとやってて、で結構やってたんですよ長い時間。ほんでその間にみんなトイレ行ったりとかね、なんかいろいろしてて、ほんで、夜中3時ぐらいですかね、あのもうちょっと帰ろうかみたいになって、ほんでこうこたつでやってたんですけど、冬やったんで寒かったんで、でこたつでやってたんですけど、で出ようかって言って出た瞬間になんか何やこの匂いってなって、甘草ってなったんですよ、はい、あの甘草ってあの何ですかね、あのちょっと甘みがある甘草っていう何やこの甘臭いのってなって、ほんでみんなでこう開けてそのめくったら甘草ってなって何やこの匂い何やこの甘臭いのっていう。俺友達が足に言って俺や甘臭いのって甘臭ってなって、ほんであお前け言うて言うて甘臭って言うて、ほんであうわ何やこれ言うてたら、うん、その問い目におった友達も俺も甘臭いってなって甘臭ってなって、ほんで全員に言うたら全員が甘臭ってなって何やこの甘臭いのって言うてたら、その家の友達があってなって、おじいちゃんの家がよあの部屋が横やったんですけど、おじいちゃんとこ行って、おじいちゃんって言うて、おしっここぼすなよって言うて、ほんならすまーって聞こえてきたんですよ。でしょんべんって言うて、でこの甘みないと、臭いのわかると、でもここ甘みない言うたら、ちょっとこの甘み何言うたら、その友達がいや糖尿やねんじじい糖尿の甘みこんな甘さなんのっていう話です。ああ俺も嗅いだことないけど、そうなんや、めちゃくちゃ甘くさい、また温められて、ありがよるとか言うもんね、おしっこにね、はい、検索ワード甘くさが上がってくる。また天然素材の時の話なんですけれども、うん、多いですね今日、うん、ファンと行く、はい、沖縄旅行というのに、吉本ツアーズとか昔ありましたもんね。そうですそうです、はい、でそれに、藤原とチッパチャップスやったんですよ、はい、でそれで沖縄に行って、で琉球村みたいなところに行ったんですよ、はい、うん、でそこにあの琉球馬いうか琉球馬がおったんですよ、あのちょっと、はい、なん短足というか、ちょっと違うんですか、ちょっと違うんです、なんかちょっとゴツッとしてて、うん、毛もバーってなってて、うん、で原西さんがえらいなんかこう馬好きで、なんかうわー琉球馬やー言うて、でこうグワー触ったりなんかここの毛うわなぜたったり、はいはい、お尻のとこバーやってパーン叩いてうぃー言うたりね、そういうことをやって遊んだあったんですよ、はい、
ほんでソーキそば食べよう言って、うん、まあそのファンとの交流一通り終わってでお昼食べようソーキそば食べよう言ってほんでソーキそばこう食べててなハラリさん汗かきやから熱いな言うて馬触った手でそのまま顔触ってまあソーキそば食べてたわけですよ。でソーキそばの最後の一本トゥルって食べるぐらいにパッと見たら、はい、ハラリさんの顔がかぶれてきたんですよ。これ僕高校1年の時なんですけど、あの休み時間にあのビニール傘あるじゃないですか、あれでこうバー遊んでたんですよ。ほんであの A だけになったんですよ。あのプラスチックついてて A だけになったんですよ。ほんでステッキみたいになってて、あこれなんか面白いな、なんか使えるな思ったんですよ、友達と遊ぶ時にね。ほんなら授業始まるあのチャイムが鳴ったから、あっと思って、まあええわと思って、でそのまま置いといたらよかったんですけど、その時冬であのクラスにあのストーブがあったんで、そこのストーブの真ん中のところにあのそれ突っ込んどいたんですよね、火言うたらあの火の中ですよ、はい、で突っ込んどいてね、ほんで僕その授業受けてたんですよ、はい、でキンコンカンコンで授業終わった後に、あっさっき俺入れたまんまやと、うん、ね、でそのストーブのとこ行ってパッて抜いたらもう半分ぐらい真っ赤やったんですよ。うわ怖い、怖い、あの刀でバー叩く前みたいになってたんですよ。でうわ真っ赤や言うて、ほんで何しようと思ってテンション上がってもうて、ほんでうわこれ何する言うてこうやってやってたんですよ、探してたんですよなんか、ほんで探してたらこの先不注意でこうやって寝てた友達の首にパッと当たってもうたんですよ。わわわわ、ほらその瞬間キューンって言うたんですよ。キューンって思った、佐々木君いう子なんですけど、はい、こうやってたキューンって言うとあっと思ったら、こっから煙がシュシュッと思った、いや受けなかったと思って、これやばいと思って、ごめんごめん大丈夫って言ったら起きないんですよ。ほんで佐々木君大丈夫って言ったら、いったー誰がここコンパチしたって言ったコンパチ痛さ的には、痛さ的にはバーンやられたぐらいやったんですよ。集まるからな、ええ、コンパチ違うよ言うて、やけどしてるよ言うて、で保健室行こう言うて保健室行って、まあまあ大丈夫やったっていう話だったんですけど、いやあれは悪いことしましたね、びっくりしますよ。これこの間あの実家に帰った時の話なんですけど、はい、自分ブログやってるんで、でそのブログをチェックしようと思って、うん、親父 あのパソコンのとこに行って、うん、でパソコンにスイッチ入れてこう やるんですけど、うん、なかなか重くて全然立ち上がらないんですよ、はあ、でやっと立ち上がったと思っても次に行ったらもうずっと鳴りよるんですよ、はあ、うん、で全然こう重いんで、うん、何やろうなと思ってお父さんって呼んだんですよ、うん、でお父さん来て、うん、これめっちゃ遅いやんどうなってんのって言ったら、いやお父さんなエロいとこ進みすぎて、もうウイルスが50ぐらい入ってて、もう病気になってえらいことになってで、お父さんももう開けてもうウイルスおかしなってるからもうできないんですって。何の話してんの、何の話してんの、これ僕が高3の時の話なんですけど、はい、小学校と中学校一緒やった2個下の高校1年の女の子と付き合ってたんですよ、うん、ほんでもうそれも近所やって、うん、でいつも学校から帰ったらチャリで夜9時ぐらいにパーって行って、うん、じっちゃんって言うんですけど、うん、じっちゃんって言うて呼んで2人で自転車で公園行って、うん、まあデートというかいろんなことを喋ってたんですよ、うん、ほんである日そのじっちゃんが「大ちゃん」って言って「下着泥棒出た、
なんかものすごく怖いねんってなって、どうしたんって言ったら、いやお母さんが気づいててんけど、なんか夜パーってこうなんか駐車場のとこにこうライトがピカピカピカって光んねんって言って、うん、であれなんやろうなと思ってたら、その洗濯物干してあるとこにファーって行って、あの洗濯ばさんがパンパンパンってあの取れる音して、うん、でタッ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 って走っていくねんって言って、うんうん、でおかしいなと思って見に行って、次の日に聞いたら、私の妹のパンツが3枚取られててんってなって、うん、マジで怖いなぁ言うて、ほんでまあ何かあったらあの僕のとこ電話してきて僕行ってあげるわって言うてたんですよ。でまあいろんな話してで帰ったんですよ。で送って行ったんですよ、そのじっちゃんの家に。ほんなら「いや!」ってなって、うん、「どうしたん?」って言ったら「下着泥棒いる下着泥棒いる」ってなったんですよ、うん、ほんで「えっ?」と思ってパッて見たら、ほんまにあのライトが。ってなってるんですよ。ほんで分かった、これ出た、ちょっとここで待っとき、危ないからと、何されるか分からない、ちょっと待っときって言って、僕バー武器探して、うん、これぐらいの石あったんで石持って、ちょっとここで待っときなって言って、うん、僕そこにそーっと近づいていって、でそこピカピカってやってるんですよ。ほんでなんか物色してるから、で結構近い距離で、うん、ここで「待てー!お前」結構近い、逃げられんぞお前って言うたんですよ。しかもほんなら、うん、急に宮川君ジュース飲むってその犯人が言いよったんですよ、うん、で宮川君ジュース飲むって思ってはって言うたら、うん、スーって近づいてきよるんですよ、その犯人が、うん、ほんで何やって思ったら、うん、よう見たら、うん、2つ下の後輩なんですよ、うん、僕の友達の、うんうん、ほんでジュースいらんよ今って言って何で言うのほんなら、いや宮川君ジュースいる言うんですよ、うん、ほんで、いやジュースだからいらんよって言うたら、下見たら、うん、女物のパンツ入ってて、もう一丁なんですよ、うん、ほんで、いやジュースいらんよ言うて、でお前何やねんその格好がほんならもう変な顔して、宮川君ジュースいるってなってるんですよ。でこれもうおかしなってるなね、いやジュースっていらんって、なんで今そんなこと言うねんお前それよりお前何してんねんここでって。そうやで、ほんなら、うん、やっぱりね同級生じゃないですか、うん、言うても男と女じゃないですか、うん、だからそんなもん同級生が来てたら、うん、もうえらい広まるじゃないですか、うん、で僕はあの中学校の時のバレー部の後輩なんですよ、うん、だから、うん、あのこれここで犯人こいつやったってなったら、これえらいことやと思って、うんうん、お前なって言うたら、うん、宮川君ジュースいる言うんですよだから、あ、ジュース買ってきてって言うたんですよ、うん、ほんなら、うん言うてバーって行こうとするのが、そのじっちゃんが待ってる方やったから、うん、お前そっち行くなって言うて、うん、あのあっちからジュース買いに行けやって言うて、ほんなら、うんって言うてブーもう想像してください、下、女物のパンティーですよ、はい、上 T シャツでわーいギョるんですよ、なんあいつを思って俺もどうしたいねんと思って、ほんなら、いや、大ちゃん大ちゃんってなんか、おー言うてバーってその角行って、どうやったって言うし、いや逃げられたって言って、ほんなら、嘘逃げられた、なんで、いやいや大丈夫、こんなん一回も向こうもビビっとるから絶対来よらへんと思うって言うて、ほんならほんま、でも怖い言うて、分かった、ほんなら喋る方言うて、家の前で30分ぐらい喋ってたんですよ。でも僕、何やったんあいつみたいなね、なんパクって入って、あいつ一回どつかなあかんな思って先輩ですね、何をしとんやと、何を変な気持ちになっとんやと、何をもんもんとしとんやあいつだと一回喋らな、いろんなもう全然話入ってこへんぐらいの、ほんなら、あもう大丈夫大ちゃん怖ないわって言って、うん、あほんまやで、ほんならバイバイ言ってまたね言うて、で僕自転車乗る時もなんか怖ってバーって帰ってたら、僕の家の前にそいつおるんですよ、でも T シャツでまだ下パンティーなんですよ、でうわ何やいつと思って、でもまあまあ後輩って分かってるんで怖ないんで、僕ファーって行って、ほんなら向こうが宮川君って言いよったんですよ、で、あこいつやっぱ気づいて謝りようんやなと思って、うん、何って言ったら、うん、ジュースって言いよったんですよ、でジュースいやっお前分かってないな俺がジュースが飲みたくてジュース買うてきてって言うたん違うねんと、一度逃がしたったんやと、でなんで今そのパンツのままやねんとジュース買うてきてありがとう言うてバイバイ言うてごまかせるか言うてそれからまあ説教したったっていう話です
聞いた話なんですけど、ケンコバに、はあ、なんかラスベガス行き、成田着の飛行機にあのアントニオ猪木さんが乗ってはったんですって。でアントニオ猪木さんの横にお月なんですかね、あの藤田であのゴリラの、はい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 、レスラーの藤田が、ね、いい時プライドもよく出てらっしゃる、はいね、で猪木さんが奥に座って窓側に座って、あの藤田があの通路側に座ってはったんですって、飛び出してラスベガスをで成田に着いたんですって。で着いてあのポーンって言うて降りていい時にずっと藤田がめっちゃ響きかけて寝てるんですって。クーッゴリラですからクーッ言うて、そんな猪木さんが藤田成田だぞ藤田藤田ぞ藤田藤田ついたぞ藤田あっ藤田パッどついたんですか。また藤田と成田がややこしい。ごめんなさい。これあの姪っ子の話なんですけど、はい、あのお姉ちゃんに、うん、あの娘ができたんですよ。でそれが3歳ぐらいなんですけど、で3歳になってなんかディズニーランド行きたい言うて、東京の僕の家にあのお父さんとお母さんとお姉ちゃん夫婦とその姪っ子と来たんですよ。ほんで、あの初めてやったんですね。でちょっと僕のとこのリビング、まあちょっと広いんですよ。でフローリングで、ほんならその姪っ子がものすごいこう嬉しなってうわー言うて走り回ったりして、危ないで危ないで言うてね、走り回ったりして、フローリングやからバーン滑って頭ゴーン打ってうえーって泣いたんですよ。で、あー大丈夫か、痛いの痛いの飛んでいけ言うて、ほんならはぁ飛んでいったみたいなんで泣き止んだりとか、あほんとこれええな言うてて、でもずっと3日ぐらいいたんですけど、なんかよくこけるんですよ。ほんで痛いな痛いな飛んでいけで初めは泣き止んでたんですけど、全然もうそれ聞かんようになったんですよ。飛んでいけって飛んでへん痛い痛い言うて、ほんならあのうちのお父さんおじいちゃんが、それおじいちゃんのあの口んとこ掘ってき言うて、おじいちゃん食べてあげるわ言うて、でまたバーンなってイエーイなってた時に、痛いな痛いのおじいちゃんの口飛んでいけ言うて、ほなおじいちゃんがあっ言うて、えい痛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 い言うて、ほなめっ子はわー言うて笑って、あらそれええな聞くな言うてたんですよ。ほんで1ヶ月前ぐらいですかね、で僕あの休みができたんであの京都に帰ったんですよ。で、お父さんいるはずやったんですけど、帰ったらいい日に買ったんで、お母さんに「あれお父さんどこ行ったん？」って言ったら「いやちょっとなんか体調悪なってあのちょっと病院行ってはんねん」ってなって、で検査して「今日結果出んねん」みたいな「あそうなんや」言うて、でめいっ子もいて、めいっ子が「わ大ちゃん」言うて喜んでて。あのテンション上がってたんですよ。で僕遊んでたら親父が帰ってきて、暗い顔で帰ってきて「お父さんどうしたん？」って言ったら「いやちょっと検査引っかかってもうてな、ちょっとあの入院せなあかんかもしれんねん、あの検査入院やけど」みたいな、「えマジで？」って言うてて、で、まあ、大丈夫やろって言ってた、「おじいちゃんおかえり！」ってまた走ってきよった時にバーンこけよったんですよ。ほんならあの「あ大丈夫か？」言うて、で僕が「痛いの痛いのおじいちゃんの口に飛んでいけ！」言うたら、お父さんが、うん、いや今事情があって食べられへん今まで優しかったおじいちゃんに言われたから、余計うえーって泣いて、いやお父さん今食べたったらええやん全然関係ないやん急に親父もなんか今までちょこちょこ食べてたもん関係あるんかもな関係ないんかもしれんな、はい、いや関係ないですね
食べだったらええんですよ。三又さんの話してよろしいでしょうか。三又って誰ですか。あの一緒によくやるじゃないですか。三又又三さんの話なんですけど、6年ぐらい前なんですけど、夕方6時ぐらいに電話かかってきて、いやもしもしって言ったら、あ大輔今日何してんだって言って、いや僕今日休みですって言ったら、今日手羽先が食べたいんだって言って、あそうですか。で、あ山ちゃんのあの胡椒の効いた世界の山ちゃん、あれが食べたいんだっつって、わかりましたほなどうしますって言ったら、7時にほなら新宿で待ち合わせしましょうって言って、待ち合わせしたんですよ。で新宿の山ちゃん行ったけど結構いっぱいあって入れへんかったんですよ。ほんで、あじゃ あの新大久保にもあるから言うて、で新大久保に歩いて行ったんですよ。ほんで入れたんですよ。ほんで2人で飲んでて、で手羽先来て、でああ言うてなんかいろんな話しながら食べてたんですよ。でその手羽先もこうなんか三又さんこうって食べはるんですけど、なんすかね、あの顎の力が弱いんか歯が少ないかなんかわからないんですけど、すごいこう肉が残ってんのをすぐ骨つぼに入れ、骨つぼに入れ、骨つぼに入れ、柄入れ、柄入れ、すぐ柄入れに入れて、いやまだ半分ぐらい肉ついてますよ、いいんだっつって、いいんだよねみたいな、そんな話をしながら酒飲んでたんですよ。で僕トイレ行って1時間ぐらいですかね、飲んでトイレ行って帰ってきたら、外国人の方がいっぱい入って、その外国人のもう言うたら40何歳ぐらいのおばちゃんと喋ってはったんですよ。で、あ知り合いかなと思って、あおはようございますって言って、で誰ですかって言ったら、いや今声かけられたんだよって、顔さしたんだよ大輔って言って、あそうですかって、この人面白いみたいな、でああと思って、でじゃあ3人で飲もうみたいになって、いやもうよろしいやん2人で飲んだらって言って、いやいいじゃないかって言って、あ分かりましたって言って、で3人で飲んでたんですよ。でまあ食べて、ほんなら誰ですかカラオケ行こうかってなって、あ行きましょうかって言ったら、行きますみたいになって、えこの人も連れて行くのみたいな、会ったばっかりやもんね、で3人で行くのみたいな、ほんで、あじゃあもう分かりました、行きましょうかって言って、ほんで3人でカラオケ行ったんですよ。でなんか新宿のなんかこうなんか俺知ってるとこあるから、で社長さん知ってるからみたいなので行って、ほらなんかこんななんか パン半分ぐらいになんかこう焼いてアイスクリーム乗ってるみたいな、あでこれうまいんだよって、でそれ食べてはるんですけど、あの下手んとこになったら、なんすかね、顎弱いんか歯少ないのか分かるんですけど、もう志願で置いとかはるんですよ。でここうまいのにって言いながら、まあそんなんもあって、まあ酒飲んでたんですよ。ね、すごい弱い。酒飲んでたんですよ。ほんで、あじゃあ俺歌うよっつって、なんか更新丸歌ってはったんですけど、もう更新丸歌うときはあの大抵気分がいいときで、皆さん、あ更新丸歌はったと思って、で俺トイレ行って、で帰ってきて開けようと思ったら、こう扉あるじゃないですか。思いっきりキスしてるんですよ。さっきおたおばちゃんとブチューンしてるんですよ。そうと思って、俺もう一回どっか行ったんですよ、電話しに、何や気持ち悪いってほっといたんですよ。で帰ってきたらまだキスしてるんですよ、長いキスがと思って、でもそのガチャガチャっていうのも、もう何回かガチャガチャってやって気づくかなと思って、ガチャ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 って開かへんふりして音さしてんのに、入ってもまだしてるから何してんねん思って、もう兄さんもう行きましょうと、皆さん行きましょうと、ほんならおーって言って、もう行こうって、いやでその女の人がトイレ行った時、皆さん何してんのって、なんでキスしてんのって、誰かわからへん、さっきあった人やんか、うん、おばあちゃんもうなんかほんまこんなん言うたらあれかも、何持ってあるかわからへんで風とかね、まあもう何の器具を持ってるかわからへんで、まあ、そうやな言って、で、まあ、そのまま出て行ったで、もうほな解散しようって解散したんですよ。でもう帰りましょうって言ったら、大好きちょっとラーメン付き合ってくれって言って、言って、でラーメン屋さん行きましょうかって、で最後ラーメン行って、ほなラーメン行ってラーメン出てきて、ほならスープブワー飲んで、ほんでそのままもうえっ言うて出ていかはるんですよ。でいや麺残ってるし、まだ俺も食べてるしって言って、何やろうと思って僕もバーって出て行ったら、前の道のドブンとこ行って、おりゃりゃりゃって吐くんですよ。ほんでえどうしたんと思って、どうした何してるんですかって言って、大丈夫ですかって言ったら、消毒だよって言うんですよ。え消毒？消毒？
消毒って言うたら消毒言うて、え、消毒、え、何ですかって言ったら、もうスープの温度で菌が死ぬだろう。天然素材の話なんですけど、うん、はい、天然素材の時の話なんですけれど、はい、コンビであの部屋を一個取るんですよ、うん、大体、うん、チュパチャップスやったらチュパチャップス、はい、藤原やったら藤原、はい、でもやっぱコンビで泊まることがないじゃないですか、うん、ほんで僕その時の夜は原西さんと一緒の部屋になったんですよ、うん、で原西さんと一緒の部屋で2人でなんかすることもなくなってきて、うん、ほんでなんかふとした時にちょっと原西さん言うて、はい、へー出る言うてなあ、今行けんちゃうかなみたいな、ちょっとへー燃やさしてって言うて、ほんなあ、ええよ大輔言うて、ほんで原西さんがまあこうね、こうなってこう気張ってくれてるわけですよ、ベッドで、ベッドの上ですよ、ベッドの上で寝てる時言うて、言うて電気真っ暗にするわけですよ、ほんで、はい、ほんでこうなんか火をこうやんのもね、やっぱあれかなと思って、うん、あのちょうどあのお香をもらったんでファンの子に、はい、お香の先に火つけてほんで火種はあるわな、火種、うん、ね、でもお香のあの熱いとこだけだったら火出ないでしょ、うん、だからお香をだいぶ燃やしてちょっとこう、まあ言うたらこれと一緒なんですけど、なるほど、でお香にこう火つけてこう待ってたわけですよ、うん、原西さんこうですよ、うん、ほんで分かります、原西さんこうですよ、ほんで俺ここです、ここベッドとベッドの間ですよ、はい、こうやって待ってるんですよ、ね、ほんでこの炎で原西さんの顔がボワーンって映るわけですよ、その時先輩やのに思いっきり決まってくれてるわけですよ、そりゃそうでしょ、そりゃね、出さんとね、もう震えてあ、なってるわけですよ、原西さんが、ほんでそれもおもろでぐわーこらえてて、ほんならあ、出るぞ出るぞ大輔って言うて塀出たらこんな炎出たすごい、ほんまやって真っ青の真っ青のな、青き炎、完全燃焼の青い炎、青いドアみたいな、びっくりした、こんな炎出て、うわバーナーやばい、それはな、すごかった、そのお香の火もバーン消えて煙がシューッてボーンなんですよ、すごかった、びっくりしましたね、ゲラゲラ笑ったっていうね、ゲラゲラ風邪ならんでよかったな、危ない、吸い込んだらあれ危ないからね、よく考えたら、いや、真似しないでください、いや、本当に真似しないでくださいね、本当に、あの、僕小学校の時に、国元いうやつがおったんですよで、その国元はどんなやつかと言いますと、うん、あの注射が怖いんですね、うん、ものすごく、うん、ほんで先生が明日あのインフルエンザの、注射あるからって言ったら、もう国元はビビってもうて、うん、老公老子にって歌い出すんですよ、うん、阪神ファンなんですよ、阪神がめちゃくちゃ好きなんですね、だから自分をこう勇気づけるために絶対老公老子にって歌いよるんですよ、うん、ほんで当日になるじゃないですか、はいはい、ほんならもう朝から国元おはよう言うたら、もうずっとローロー無視ですよ、はい、あ、無視しとんなと、はい、ほんでもう並んでるじゃないですか、はい、ほなもうローコーローシにさーそーと言うとるんですよ、ほんで国元の番来るじゃないですか、はい、でアルコール塗られるじゃないですか、塀に、はいはい、ほんならもうローコーシーもういよいよやからな、ですあ、ほんで注射行く時はもう阪神タイガースプレイ、ほんで終わったらカットオバセーバース言うて家帰るよ国元すごいですね、最強、あの僕めちゃめちゃ怖がりなんですね、で、あのなんかね、あの 夜にこうウォーキングとかするんですよ、ちょっと太ってるんで、まあ知れてますけど、でそれ絶対音楽聴いてやるんですけども、こう音楽聴いて歩いてて後ろからもうあの
自転車が来ただけでおおってなるんですよ。何やねん今っていう。なるかもな。何やねん今。いや全然なんかね。いやそやけどもう全く急にスッて出てきたらおおってなるんですよ。なるかもな。ほんで、うん、あの家と家の間にこれぐらいのなんか変な路地みたいなところになんかポインターの焼き物とかの犬が置いてあったりしたらおおってなるんですよ。なんでこんな隙間にポインター置いとくねんボケよみたいな。あんまないけどポインターわかります。あのポインターとかポインターかな。いやポインターですあれ。ほんでそれぐらいビビりなんですね。ほんで僕あの海外行って帰ってきてちょっとこう時差ボケで朝5時半んですよ、うん、で暗い時にあちょっとなんかこう外でタバコ吸おうと思ってでこう自分の玄関パッと開けたらおっさんがザーってなったんですよ、うん、ほんでうちの家の前でちょっと玉砂利があっておっさんザーッ滑って向こうバーッ走っていきよったんですよ。ほんで俺それザクザーってうわーって言ってうわー言うてほんで何やお前言うてほんでまた走っていきよるから待て言うて俺泥棒やろなんでやねん。いや泥棒やろだから待て言うて俺ブワーッ向こう走っていったら向こうのおっさんお前泥棒やろって言うて俺大きい大きい声でほんでそのおっさんが急にザーッてその玉砂利のとこガーッて僕の方向いて清掃員ですって言いよったんですよ、うん、ほんで俺も急に走っていって向こうジャリッて言ったからバーッなっておいへー言うて何で朝5時半にお前掃除してんねんボケ言うて嘘つくな言うてほな本当です言いよるからなんで逃げんねんほんなら言うたらいやびっくりしたってって言いよる。いや俺の方がびっくりしたんじゃお前ほななんかこんなやりよるからあのナイフ出しよったと思ってまたザーッて言うたら何やろ言うて何やそれ何出そうとしてんねんお前言うたら出しすぎたの二つ折りの携帯やったんですよ。何やその携帯怖いの何やその携帯言うたら管理会社に電話してくださいなんで電話せなあかんねんお前がせえや言うてほんでこうなんかはい言うてもうこんなんなんですよ。で俺もこうああなってああなってたらでももう5時半や言うて5時半なんか絶対出えへん言うてお前ほんまに清掃員か言うてそうです言うてやめろよお前びっくりさすの言うて俺だってめちゃめちゃ怖いねんぞお前知らねえよほんでその日は信じて終わったんですよ僕ね。ね、ほんでまたそのウォーキングして、僕なんかあのコンビニ行ってウォーキングしたのになんかおにぎり1個食べてもうたんですよ、うん、で痩せるために歩いてるいや腹減るやんウォーキングでいやいいやんおにぎり300歩いてるやんいや300キロカロリーね200、うん、ほんで食べてそのゴミを捨てようと思ってうちのとこ鍵ついてるんですけどそれがね5時ぐらいやったんですかねまたほんでカチャッと開けてこう音楽聴いてこうブーンと開けてそのゴミ捨てよう思ったらその一番奥のとこでブザザッなってるんですよ。うおーなって俺もなんやんって言うたらまたそいつなんですよ。びっくりするやんけほんならすいません言うていやすいませんやらへんねんもう早いねん全部掃除が朝やんねんほらいや僕本当にあの臆病なんでちょっとあの皆さんに合わない時間にやってるんですって言うからいや分かるけど2回目やでこれほんま怖い言うてで閉めたんですよ、うんうん、ほんで僕帰ったら、うん、ほんならあの管理人から多分そいつ真面目やったんで、うんうん、多分驚かしてしまった宮川さんのことっていう、うんうん、電話したあの報告したんですよね、うん、あのその管理会社の人がすいませんとあのお聞きました宮川さんですよねってうちの本当に清掃員があの本当にあのびっくりさせて本当に申し訳ございませんと、住人にそんな気持ちにさせる、うん、清掃員は本当に強く怒っときますんでって言われて、うん、いやもう強くやめてくださいとあの人すぐびっくりしはるんでもう優しく、うん、優しく、うん、あのやってくださいって言って切ったんですよ、うん、そういう話なんです先ほど松本さんも言われた三松さんの話なんですけど、はい、あの前にも言ったんですけどあの大井龍馬というのを一緒にやろうということになりまして、はいはい、で僕嫌やったんですよ、うん、初めそういうのにいや僕本気でやるからって自分のあの劇団を立ち上げたいから言って、うん、で
あの大輔力貸してくれっつって、で俺が龍馬をやるからお前中岡慎太郎でやってくれっていう、なんかそんなんがあって、で分かりましたって引き受けたんですよ。んでじゃあ大輔あの京都一緒に行こうと、俺はお金全部出すから、で京都行って、あのその龍馬と中岡が回ったとこを回って行ってちょっと気持ちを高めようと、そういうことで行ったんですよ。で、あの行きしの新幹線で、あの大輔って言って、あのこれ俺ちょっと買ってきたんだと、でそれがペンダントやったんですよ。でちょっとした鎖のこの辺にあの龍って書いてあるペンダントを買って、でこれいいだろうっつって、全然用ないんですよ、そんなに良くない、あでもまあまあ思いあるんですね、これで俺頑張るからっつって、頼むな真剣にやろうな、分かりましたっつって、で京都着いて、でまずどこ行きますって言ったら、まずお墓に行こうと、坂本龍馬と中岡慎太郎一緒に眠ってはるからそこ行こう言って、じゃあ分かりましたって行ったんですよ。で行って、ほなこうお墓にそのネックレスを取ってこう置いて、龍馬さん今度大輔の舞台やりますみたいな、力貸してくださいみたいなやってるんですよ。でそれつけて、ここに龍馬さんがいると、じゃあいろんなとこ回ろうかっていう、でじゃ あのなんか遭難の地みたいなのがありますから、そこ行きましょうかって、僕もあんまり知らんかったんで、こう本持ちながら行きましょうよと、で行って、で行って、僕が説明しててその近くになったら、あの三馬さんいい日ですよ。であれ三馬さんどこ行ったんかなと思ったら、おい大輔って言って、こんなとこ風俗あるぞはいや風俗ってまだ2時ですよいやこんなとこにあるのか今日いやいや、ちょっと三馬さん、いやもう嫌や、初めからこんなのあるの嫌や、頼むわ、本気でやりましょうよ、言ってここも、あすまんすまんすまん、言って、でじゃあ行きましょう、もう風俗いいですよ、言って、でこれ遭難の地らしいですよ、ほなちょっと写真撮ろうよで写真なんか分かんないですけど撮って、で龍いうのも見せて、で撮って、で次のなんかまたここに隠れてた巣屋みたいなのがあるらしいですよ、じゃあそこ行こうよ、言って、で行っててまたいい日ですよ、ほんで何やろうと思ったら、ここにもあるのか風俗いやもう腹立ってきたいや真面目にやるって言うてたやんほんでいやちょっと三馬さんほんまひどいですよって言うと、真剣にやる言うたから僕お芝居をねやろう思って、ほんでそれもなんかもう全然嫌や言うて、なんか本気さが伝わってこうへんって言ったら、龍馬もセックスぐらいするだろうが逆ギレやん、いやセックスするよ、龍馬もセックスするよ、でも龍馬ももっと夜やと思う早いやん、こんなずっとやん、京都着いてからずっとムラムラしてるもうやめてそんなことって、なんだお前って言ってバーンどつかれたんですよ、バーンどつかれて、なんでどつかれなあかんねん、俺正しいですよって、いやお前言ってることなんか違う言うて、またバーンと疲れて、またバーンと疲れたから、俺何が龍馬や言うて、俺そのネックレスバッチッちぎってバーンやったったんですよ何やってるんだお前俺の龍馬のペンダントを言うて走っていって、急にガー泣き出して鼻が垂れて、やめろこれはお前、俺を叩くのがいい言うて、龍馬のこれは切るなって言われてで、まあ僕もやっぱ先輩のね大事にしてたねやつを切ってもらったらすいませんって言って、でまあそれでまあ終わって、あ舞台始まったんですよ。でもなんずっとつけてるんですよ、それも直して、でも、 もう毎日ね舞台で何かやらかすんですよ。なんかあの絶対にこうお客さんが冷めるようなそんな言葉って言うとあかんでしょ、なんかそんな時代劇やのにテレビのなんか挟んでみたりとか、ギャグちょっとそこを笑かすために何かやったりとか、時代がむちゃくちゃなって、ほんであの演出家に怒られるじゃないですか、みまちゃん何やってんだよって言って、なんだあれしょうもないって言って、ほんならなんかパッパコンなるんですよなんかもうパッコンすねるんですよ、ほんで打ち上げ行ってもひと言も喋らんと、なんかパコーンなってるから、いやもういつまでパコーンなってんのもうそれは怒られるやんかって、なんでお前に言われなくちゃいけない、お前表出ろみたいな、表出たるわやったらまたバーンと疲れて、で俺もまた何がるよお前じゃない、
引きちぎってシャーってやめろお前これでもう何回もそれがあったんですよである日からもその龍馬いうネックレス専用になったんですよ、うん、多分ちぎられるからほんでまあ無事に舞台終わってじゃあ最後にこの格好であの舞台の上にバッと並んでみんなで写真撮ろうって言って、うん、で皆さん真ん中でいろいろありましたけどありがとうございましたお疲れ様でした写真撮りましょうって言って撮ろうっつってあちょっと待ってっつってあの龍馬のあのネックレスちょっと撮ってくれないって言って楽屋行ってつけて帰ってきたんですよ初めここぐらいまであったんがもう今超かぐらいまでこんななって龍っていうやつが喉仏で喋るたんびにこうペコでやっててもう切るなよ次はねえぞってこれ5年ぐらい前の話なんですけど、はい、あのルミネ座吉本で新喜劇に出てた時の話でその時は板尾班に出てたんですよ板尾さんはいで板尾さんの班でやっててで芝居をやってたんですよ、うん、ほんなら一人前のあの列のお客さんがなんか気分がなんか悪くなりはってなんかバタッと倒れはったんですよほんであーって僕目に入ってたんですけどそんなん初めてやったからどう対処していいか分からなかったんですよであどうしようとこれお芝居続けやななみたいなんでお芝居続けてたらその時の座長の板尾さんがあかんあかん言うてもう止めともあかん倒れたはる言うてそのまま下に降りてその女の人のところに大丈夫ですかって行きはったんですよで僕すごいうわスマートやなと思ってかっこええなと思ってほんで僕もちょっと降りていって、うん、でどうしましょうって言ったら板尾さんがおいちょ救急車呼べ言うて分かりましたって救急車呼んで、うん、ほんでこうやってはったんですよで兄さんどうしましょうなんかタオルとか持ってきたらいいんですかねとか言ったらなんかいやこういう時な大輔力入ってるからなこう噛んでしまう時があるからな、うん、なんかかまさなあかんねん言うてであほんまですか言うて、まあ、力入ってたんでどうしましょう言うて僕バーッと開けてたら板尾さんが自分の手をかまそうとしはったんですよでバッて入れはって僕うわめっちゃかっこええなと思ったら急に「いだだだだだ!」って言うて「こいつ指噛みやるぞ!」って言うたすんげえ僕びっくりしてえっいやいやまたこいつっていう兄ちゃんもうみんな聞いてあるしで指噛みよるぞもう自分が入れはったし兄さん何なんと思ったでもいや兄さん何言うてはるんですかって言ったらおお言ってこいつ指噛みよるぞって僕に言うていや指噛みよるって兄さんちょっともうほんまに落ち着いてくださいって言ってほんでこうやってたらスタッフがパーって来てあ僕らやりますんでってなってほんで板尾さんバーって行くときあこいつ指噛みよる何回言うねん僕が小学校6年ぐらいなんですけど、うん、夏に、うん、お父さんが、うん、花火大会あるから大輔見に行こうと、うん、ほんで山の上で、うん、穴場があるから人全然いいひんとこやから、うん、そこ行ってみよう言ってお父さんと2人で車で出かけたわけですよ、うん、ほんで駐車場入れてそのままちょっとこう山の上まで10分ぐらい歩いて行ってほんでその場所で花火まあ見てたんですもん、はい、ほんでまあ人もいいひんガラガラもう真っ暗なとこですよで綺麗に見えてで見終わった後にほんなら帰ろか言うてこう帰り道こう駐車場まで歩いてたんですよ、はい、ほんならお父さんが大輔競争小学校まで駐車場からこっから言うてでええよ言うて大輔お前早なったんか言うて負けへんのちゃう言うてほんなら行くでよーいドン言うてそのちょっと坂道をずっとうわー走ってたんですよ、うん、お父さんの方がやっぱ早いじゃないですか、はい、でお父さんだいぶ先行って、はい、で僕真っ暗やから怖怖ってお父さん待って言うてガー走ってたんですよ、うん、でうわー走ってたらもうそのままこう駐車場ぐらいまで行って、うん、で真っ暗なんですけど自動販売機の光で、うん、あっこやと、うんうんうんほんであもうあかんゴールや思ってほんでお父さんがよっしゃ勝った言った瞬間にシャーンって言ったんですよシャーン言うてうわーって言ってるんですよほんでバー近づいていったらその駐車場のとこに鎖が張ってあったんですよで親父気づかんでよっしゃー言ったらシャーンうわーって言ったんですようわーって言うお父さん大丈夫言うてあかんわい大好き言うて来る時なかったよなこの二人来る時なかったよな、はいこれ僕が小学校の時の話なんですけど、うん、僕の友達に、
遠望いう女がおったんですね、遠望、はい、もうそれでっかい女やったんですよ、もう170超えてるぐらいの女が、僕が小学校4年ぐらいの時に宮川と、あのちょっと私2階から飛び降りるようになったと、飛び降りられると、はい、実は見といてくれへんかと、それをそういう、ええ、なんで俺やねん、お前そやな、じゃあ遠望を見せて、見とくわと、この遠望上がっていきよったんですよ、うん、でもここに見とったんですよね、うん、2階を、ほな遠望が、うん、宮川行くでー言って、はい、ほんでブワッ飛び降りよったんですよ、はい、こう高さね、はい、2階から、はい、ほんならこうついた瞬間に、うん、膝で顎をペコン落ちよったんですよ、ペコンって言うたんですよ、なんやこれ大丈夫遠望言うて、でパッて見たら血ドゥワッ流して、で舌バーッ見せたら舌が噛んでたんですよ、うん、ほんで、うん、大丈夫って言ったら、うん、宮が失敗失敗したんですよまあ失敗あるわな言って、あるわな失敗そうそう口の中ですぐ治るけどこれあんま治らないのちゃうかなと深いねで家帰っていったという話です、ね、子供ってそんな見てほしいねんな、どっちことない、ね、何を見てほしいんか分からんけど、見てほしいねんな、見てほしいんでしょうね、今年の7月22日の話なんですけど、はい、あの7月22日今年はあの皆既日食が見れる日なんです、でちょうどその日に僕とケンコバが沖縄であのアンギャーっていうあのトークイベントやってるんですけど、それが沖縄であるって、で沖縄方面南の方でその皆既日食が綺麗に見える言うて、で僕とコバその時一緒にラジオやってたんですけど、夜中遅々までやっててあんまり寝てなかったんですよ、ほんで絶対飛行機の中で寝ようって決めてたんですけど、その時にあのもう皆既日食とかもう休み入ったりとかでものすごい人やったんですよ、ほんであの飛行機の中も満員やったんですよ、でもこれうるさいなぁ思ってて、もうなんかちょっともう寝れへんからイライラしてたんですよ、で僕座って窓側に僕座ってなんか知らん女の子座ってて、で小葉真ん中の席座って、ほんでまあ寝てたんですよ、僕もつい乗った瞬間に寝てたんですよ、ほんならもうみんなテンション高いんですけど家族連れがバーッて入ってきたんですよ、ほんであのお父さんとお母さん と息子2人なんですけど、うわ飛行機だね言うて入ってきよったんですよ、年な年を見たら、あー飛行機だよ言うんですよ、ほんで初めてだね言って飛行機乗るの、ね、あー初めてだ飛行機乗るのテンション高いんですよ、うるさいな思ってまあまあしゃあないなと思ってもうこれ無視やとほんならあれケンコバがいるよ、あ、ほんとだ、ケンコバだねってなったでうわ、見つかりよった、あいつも見つかりよった、アホや思ってで、僕ずっとこっち向いて寝てたんですよそやのに、またもう一人 の息子の方が、うん、あれお祭り男だってなったんですよ、うん、で、あ、お祭り男がいたねって言ってお祭りに行くのかねみたいなどうしよう思ってたんですよ、でもう、で、うるさいな思ってたらちょっともうこう、薄めでパッと見たんですよ、ほんならそのお父さんが、うん、あの散髪したてでそれがきちっとした角刈りやったんですよ、もうそれが腹立ったんですよいやあのね僕角刈りね、いや角刈りの人昔から嫌いなんですよいや何でいやそれは分かる、なんで角刈りと思わないですか、僕大嫌いなんですよ隣もそこそこやぞいやだからそれいや分かりますよ、だから兄さんのことも若干嫌いなんですよ、嫌いなんです今言わんでいいですか、これ角刈りやったんですよ、はあ、腹立つのは角刈りよ思ってでほんでね、まあ、仕立てやったんですよ、それも腹立ったんですよ、なんで沖縄旅行行くね、で皆既日食ですか言て見に行こう言うて、で写真とかいっぱい撮るしちょっと散髪行ってくるわお父さん言うて、なんでそこで角刈り注文するんやって言うて丸刈りでいやそれかいろいろあるやんなんで角刈りしてんねん寝てないから寝てないですか、イライラしたんですよそんなことにもうイライラしたあの帽子取りなさいってなったんですよ、ね、息子が帽子かぶってたんで2人ほんで帽子パッて脱ぎよったんですよ、ほな汗かいててこう丸刈りみたいだったんですよ、あよかったと、ね、これ角刈りやったら俺もう行ってまうんちゃうかよ何を行くねん終わ
ったんですよ。ほんであかん思ってもうイライラする思ってほんならずっとまた聞こえるんですよ。あの耳栓しても奥の方にずっとうわ雲だとかね、ほんでうわ飛ぶよ今から、あ飛ぶよ今からみたいなずっと聞こえるんですよ。ほんでバー行ったんですよ。ほんで上バーって飛んで、ほんでずっと寝れたんですよゆっくり。ほんならご飯や言うてざわざわっとして、それで起きてしまったんですよ。で起きたなみたいな、でご飯出るんだねみたいなまたバーン来て、であご飯出るんだねお父さん知りようらへんかった、ご飯出るんだね言うて、ほんでご飯食べよう思って、ほんで僕ももう見んとこう思ってバーン見てたんですよ、食べてたんですよ。ほんでまたずっと言いよるからおいしいねおいしいね言うて、うるさいなパッて見たらさっきまで濡れてたんですよ髪の毛が子供の、はい、ほんならそれが乾いてきてて、よう見たらこう立ってきとるんですよ角刈りやないか両方ね角刈りやったんや濡れてたからこう角が丸まってたけど乾いたら角出てきとるやないか角刈りやもうグワーなってたんですよ僕も。ほんで降りてもうそれはねもうずっと腹立ってたんですけど、もう我慢して我慢してね、本とかにも全然入ってこないですよ腹立って。せやけど時間過ごしてやっと着いたんですよ。ほんでもう腹立ってもう今日これを利用思ってずっと着陸してポーンって着いた瞬間にポーンってなった瞬間にもうガーって言って荷物取ってそこの降りるとこ行ってもうバッグガチャって上げたらもうそのままスーッ出て行ったんですよ。ほんであよかったと思ったら子供2人がなんかバッて走ってきて、お祭り男サインちょうだいって言ったんですよ。その時に今まで溜まってますからどうしよう思って角刈りやから嫌や星さんとあのコンビ組んでた時の話なんですけど、星さんの家に行ってあのネタ合わせしてたんですね。でネタ合わせしてて夜ですよ。でネタ合わせしててで、まあ、まあ一応合わさったからできたから、ちょっと俺さっきお風呂入るわ言うて、でお風呂入ったんですよ星ちゃん。で僕暇やなと思ってこうタバコ吸いながらこうテレビ見てたんですよ。ほんで星ちゃんがなんか石鹸の皿かなんか取ろうとなんか出てきよったんですよパッて、ほんなら急にお前おらー言うて僕のことバッチンどつきよったんですよ。ほんでガーンどつかれたからなんじゃお前言うて僕もバーンどついたんですよ。ほな星ちゃんもバーン倒れてヒューなってるんですよ。でなんやねんって言ったら、今お前が吸うてるタバコおじいちゃんのラスイチじゃ。肩にも一本僕吸うてる、死んだおじいちゃんの病室にあった一本だね。それ言われてても僕は知るかい。なんでや。どっちの気持ちも分かるな。そうですね。なあ、ポーンと置いてあったタバコなんて。せやな。ごめんな、僕は。僕20年前ぐらいの話になるんですけど、はあ、あの天然素材で、うん、なんかこうお客さん入れて。なんか動員数があれやったらなんかご褒美にサイパン連れてったろうみたいな、そういう時代や、全員であのサイパン連れてってもらったんですよ。でまあサイパン行ってほら休み変えたらそうではなくてみんなでこう集団コント作ったりとか全員でやるコントとかですね、でユニットコントとかいろいろこう考えて、でまあ夜ご飯食べてその後自由みたいなそんな感じやったんですよ。で夜にほら何しようか言った時にちょっと心霊スポットが近所にあるからちょっと行きませんかみたいになって、まあ車で藤原の、フジモンとホッシャンと僕とかまあみんなでスタッフとかと行ったんですよ。ほんでもう行った瞬間にもうなんか変もうあこれやばいなっていうぐらいの空気やったんですよ。これ怖いなほんまに行くみたいな、で行こう行こうここまで来たから言うてくれくれっと行ったんですよ車乗って。で降りた瞬間にもなんかもう異様な空気なんですよ、生暖かいしこうなんか湿度が高いような、気持ち悪いなぁ。で、僕怖がりなんで、うわ、ほんまに行く言うて、みんな一回降りよう言って、降りて、で、こう、ずっとこう、なんか海の方行ったんですよ。崖でこっち海やと、それじゃないですか。で、海の方、わーって行ったんですよ。ほんなら、なんか、海の音も聞こえるし、なんかもう、ものすごく怖なってきて、これもうやめよう言うて。ほんなら、なんか、誰かが、うわっみたいな。で、そんなんやりだして、もう、もうびっくりした。いやもうほんまこんな感じでうわもうやめてーなみたいな、だんだんパニックみたいになってきたんですよ。みんながもうやめようみたいな、え何これとか。ほんなら急にその海の方からなんかね
こうふわって白いものが上がってきたんですよ、ふわって、はあ、で僕らの近くに白いのがふわって来たんですよ。ほんでそう、フジモンか誰かが見て、今白いのがふわって来た、こっちに来たって言って、見えた俺、お化け見えたってなって、で、あれ見えへん、あの白いの見えへんって言って、で、僕らずっと見たら、そこに白いのが見えるんですよ、で、お化けちゃん、あれ白いの、うわふわくるくる言って、ほらこっちにこう迫ってきたんですよ。で、うわ怖い怖い怖い言って、僕らバーン逃げたら、ホッシャンがちょっとこう離れたとこにいてたら、その白いのがホッシャンのとこにうわー行ったんですよ。で、ホッシャン危ないって言ったら、ホッシャンもうわー言うたんですよ。ほんなホッシャンの足のとこに、その白い塊がファサッってなったんですよ。で、よう見たらスーパーの袋やったんですよ。お化けちゃえ、スーパーの袋やよかったー言うて。これ僕が二十歳ぐらいの時ですね、僕大黒町に住んでたんですけど、大阪の、はい、はい、一緒のマンションの2階下に一行先輩の8期生なんですけど、はい、浦井隆っていう人と一緒に住んでた、うん、NSC の8期生ですね、はい、はい、で住んではって、ほんで大輔ちょっと実家行こうか言われたんですよ。ほんでその人の家奈良やったんですけど、その人が付き合ってた彼女の車で奈良まで行ったわけですよ、車で、ほんでこんにちはって行こう思ったら、もうその浦井さんの家がものすごいなんか汚かったんですよ。汚かった、あまあ玄関入ったわけですよね、汚い玄関入っていったわけですよ。汚いはいらない、まあ玄関も汚い、玄関入っていったらちょうどその時にお父さんが帰ってきはって、はい、でお父さん言うたってもうおじいちゃんなんですよ。結構年配の、はい、初めおじいちゃんかなと思ったら、はい、親父って紹介されて、はい、お父さんやったんやね。ほんでこうバケツの上にこうまな板置いて置いて、うん、あ、こんにちは言うて来はったんですよ。ほんで、あ、ちょうどええとこ来たな言うて、あ、今日泊めてもらいます言うて、おー、ちょうどええとこ来たな言うて、これさっきちょカニ取ってきたんや言うて、あ、川で、川で、まあ、カニ取ってきたんやちょうどええと、しかもちょうどええと、これ茹でて食べたらめちゃくちゃうまいぞと、おお、ほんでバカー開けたらなんか、深緑みたいな色で、カニがこんな大きいカニで、で、手のこの親指のとこに毛がいっぱいついてるんですよ。汚いカニを思ってて、まあでもカニごちそうしてくれるようやったらええかな思って、ほなこれいっぱい取れてんけど言って8匹ぐらいあって、で玄関の上に置いてまたそうなんか見せてくれはったんですよ。ほんならそのカニでかいから元気ええからこう上に乗ってカシャ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 全部出ていったんですよ。ほんであかんあかんあかん言うてバー取ってて、ほんなら2匹タタタタタタタって冷蔵庫の下にスパーン入ってきよったんですよ、はい、ほんで、あ、冷蔵庫の下入ったでおっちゃん言ったら、あかんな言うて冷蔵庫の下こう手入れて、で何したのかな思ったら急にガッになって白目向かったんですよ。ほんであれどうなってんねんこれっていう、ほんで冷蔵庫古いから、はい、これ完全したんやでってなってやばい言うて、浦井さんと僕で足2人で一気にサーって抜いたんですよ、うん、ほんならちょうどテパーってやったらさっきのカニがここバッキーン挟まってたカニの痛みで失神しとったんですよ。カニやカニで失神したんや痛みで失神したんで、後で茹でて食べたらまあ美味しかったっていう話。